東禅寺東禅寺事件は、江戸時代末期に、上位橋氏が高輪東禅寺に置かれていたイギリス公使館を襲撃した事件である。1861年と1862年の2回、発生した。第一次、東禅寺事件。乗馬用の無で反撃するオリファント。襖の陰に隠れているのがモリソン。 1861年10月12日のイラストレーテドロンドンニュースに掲載されたがだが、これを描いたチャールズ・ワーグマンも事件に遭遇している。警備に当たった外国方同心、斉藤大の心。翌年には文久県王施設に参加。一心後は横浜東大局電信機係などを務めた文久元年5月28日、水戸藩脱藩の上位派。 労使14名が、イギリス公使ラザフォード・オールコックらを襲撃した事件。文久元年5月、イギリス公使オールコックは、長崎から江戸へ向かう際、幕府が警備上の問題から回路での移動を、進めたのに対し、条約で定める、国内旅行権を強行に主張して、陸路で、江戸へ旅し、5月27日には、イギリス公使館が置かれていた江戸高輪東前寺に、 入った。この行動に対し、尊上派の志氏らは、遺敵である、外人男性に、新州日本が怪我されたと憤激した。ミッドハン脱藩の上位派論士、アリが半やら14名は、5月24日に、日立国玉作り港を出港し、東前寺門前の浜に上陸すると、品川塾の議論、トラで、決別の坂を交わした後、 5月28日午後10時ごろ、東全寺のイギリス公使館内に侵入し、オールコックらを襲撃した。外国武行配下で、公使館の警備についていた旗本や氷山藩士西尾藩士らが応戦し、屋敷の内外で上位派老士と戦闘し、双方が死傷者を出した。オールコックは危うく、難を逃れたが、初期間。 ローレンス・オリファントと長崎駐在領事、ジョージ・モリソンが負傷した。両名は、その後帰国している。上位派老子は講子らの殺害に失敗し、逃走、有賀・がはや、小堀寅吉、古川和馬の助の3名がその場で撃ち取られ、坂木正刈三郎が、現場で捕獲された。逃げた老子も、寅屋で包囲され、中村定吉。 山崎新之助の二名は切腹、石井金四郎は捕らえられ、旗本、山名義澄に預けられた後に処刑。前木新八郎も逃げ切れず切腹している。老子らはいずれも襲撃の主意を携帯しており、それには、尊上の大義のため実行した旨が記されていた。逃走した、黒沢五郎、高畑宗次郎は、その後、坂下門外の変に参加し投資した。 オカと目次郎は西国に逃走して中組の変異に参加、敗走後捕らえられ斬首された。木村幸之助、森半蔵ら、その他の老子たちも逃亡の末切腹、極死及び斬守され、明治時代まで生き延びたのは、渡辺剛蔵、矢沢金之助と、襲撃に参加せず、逃走、捕獲後に、明治維新により特赦された、堀江吉之助のみであった。 事件後、オールコックは、江戸幕府に対し厳重に抗議し、イギリス水兵の公使官中東の承認、日本側警備兵の増強、賠償金1万ドルの支払いという条件で、事件は解決を見た。しかし、この交渉に基づき、品川御殿山に建設中であった、公使官は、翌年12月に、高杉晋桜によって放火されている。事件以前、オールコックは、 幕府が警備を口実として自分たちを監視していると思っていたが、上位運動の熾烈さを強く認識することとなった。オールコックは著書で警備兵は老子と戦わなかったと記しているが、実際には警備兵はその責務を果たしている。事件当時、外国方として東前寺にいた福知大地王子は目撃した事件の概要を記録している。 後日、老子らを撃退した警備の武士ら48名に対し報奨が下された。外国家同道の斉藤大野心は、本県の警備により、イギリス政府から賞を受けた。文久2年5月29日、東前寺警備の松本藩士、伊藤軍兵衛が、イギリス兵二人を斬殺した事件である。第一次。 東禅寺事件の後、オールコックは幕府による警護が期待できないとして、公使館を横浜に移した。しかし、オールコックが帰国中に代理公使となったジョン・ニールが、再び、東禅寺に、公使館を戻し、大垣藩、岸和田藩、松本藩が警護に当たることとなった。東禅寺警備兵の一人、松本藩士、伊藤軍兵衛が、東禅寺警備により、 自販が多くの出費を強いられていることや外国人のために日本人同士が殺し合うことを憂い講師を殺害し自販の東全寺ラ警備の任を解こうと考えた。伊藤は夜中にニールの寝室に侵入しようとしたが警備のイギリス兵二人に発見され戦闘になり、彼らを倒した者の,の自分も負傷し、番小屋に逃れて自陣した。幕府は警備責任者を処罰し、 松本藩主の松平三則に錆替えを命じ、イギリスとの間で賠償金の支払い交渉を行ったがまとまらず、紛糾するうちに生麦事件が発生した。幕府は翌文休3年4月、生麦事件の賠償金とともに1万ポンドを支払うこととなり、事件は解決を見た。ありがとうございます。